ライクはウィンドウをご覧の皆さん、ご無沙汰しております。シンガーソングライダーのあやせんでございます。およそ2年ぶりの登場となるのはシンガーソングライダーあやせんことあやせん WR。 大阪出身の彼女は17歳からバイクに乗り始め、将来は憧れのバイク CBR1000WR に乗る日を夢見て、名前をあやからあや1000WR に改名したほどのバイクとロックが大好きな女の子。2013年夏、彗星のごとく突如番組に現れ、我々に強烈なインパクトを残したあのあやせんが2年間の沈黙を破り、大きく進化して帰ってきた。なんと私、あやせん WR ですね。本当のあやせん WR になりました。こちらご覧ください。これまであやせん WR と名乗りながらも、実は足が届かないという理由で諦めていた幻の CBR1000WR でしたが、ついにあやせんの体型にマッチしたモデルをゲットしたんです。ツーリングに行ったことがないので、ライクウィンドさんで初ツーリングに行かせていただきたいと思います。というわけで、あやせんの名にふさわしい念願の CBR1000WR に乗って、記念すべき初ツーリングに出かけたいと思います。今回のツーリングコースは、福井県は敦賀港を出発し、福井の名所三方五湖を見渡すレインボーラインを目指し、さらにワインディングが楽しめるエンゼルラインと、ツーリングにもってこいのコースをご用意しました。ところで CBR1000WR の乗り心地はいかがでしょうか。最初納車されるときに、やっぱり大型といえど 1000cc なので、こうパワーがやっぱりすごいっすよみたいな感じで、こうなんかすごい私がビビるようなことを言ってきたんでそんな 1000cc ってやっぱり危ない乗り物なのかと思ってたんですけど、いざ乗ってみると思ってたより操作はしやすいですね。すいません、コーナーがCBR のコーナーをこう通過するときのこの滑らかなバンクのしやすさがやっぱりハマりますね。なんかすっごい滑らかです。今までネイキッド乗ってたんで全然違いますね。と、愛車 CBR1000WR の乗り心地にご満悦の様子。ところで、前回番組に出演した時はまだ学生だったあやせんですが、卒業後は上京し、今は東京で音楽とタレント活動をしているそうですね。前回ライクアウィンドに出させていただいた時ぐらいに CD を出したんですけど、それ以来ですね、手作り CD しか出してなかったんですよ。で、なんと今年のバイクの日にですね、8月19日にですね、私の新しい音源を発売することになりました。それがですね、ブンブンブンって曲なんですけど、いや、蜂が飛ぶじゃありませんよ一応ツーリングの帰り道をイメージして作った曲なんですけど、ツーリングするといろんなバイクたちの音がこう重なってみんな聞こえるわけじゃないですか。ブン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 みたいな今のニュアンスちょっと暴走族みたいでしたけどちょっと表現がそのハーモニーがすごい美しいなって私は思ってまして、それをテーマに曲を作りました。トドロークブンブンブン、僕たちのハーモニー、心に響く音色を感じろ。ヘッセグブンブンブン、また集まる日まで一人で奏でるよ。ワーウワーウワーウ、イエーイ結構ね、全くバイクに興味のないような
自分らのお母さんぐらいの世代の人たちもなんか私の、ライブの物販コーナーに来てブンブンブンって曲の CD はないのって言ってきてくれたりして、なんか良かったよってすっごい言われるんで、YouTube にも上げてるんで、もしね、よかったら皆さんに調べていただけたらと思うんですけど。というわけなので、皆さん8月19日バイクの日は綾瀬の新曲ブンブンブンをよろしくお願いします。そうこうしているうちに今回のツーリング一つ目のポイント、レインボーラインに突入です。突っ走るぞ。うやばいっすね。ワインディングロードですね。ここレインボーラインは三方五湖を眼下に望む全長およそ11キロの絶景コース。心地よいワインディングに綾瀬思わず歌っちゃいます。バンクして立ち上がればどこの死現れた。すっげー、すれ違いざまにハイタッチするようにお互いを気遣うシグナルを送ろう。しゃあ着いた。うわ、ちょっと景色がブルーっていうか緑っていうか、そこの方が見えるんですけど、あ、ちょ、これね、右に傾いたらめっちゃ怖い、めっちゃ怖い。はい、ありがとうございます。じゃあ、天国に到着です。天空の庭園っていうらしいです。私からしたらもう天国のようなもんなんですけど、すげえ、これは盛大な、この大パノラマにちょっとこう霧がかってるような、なんていう、青い、わかります？全体的になんか青っぽいじゃないですか。なんかこう大気に包まれてるような、なんか神になった気分じゃないですか。で、なんかここで綾瀬が気になるものを発見。それはそこかしこに取り付けられた謎の南京錠。虹にかける誓いの鍵、そういうことやったんですか。あ、誓い、こういうことですね。この誓いの鍵は、鍵をかければその思いは虹のように天にかかるという思いが込められていて、恋人たちの愛の誓いから受験合格までさまざまな誓いが立てられています。さて、バイクが恋人だという綾瀬は、綾瀬 WR、 シンガーソングライダーをずっとやり続け、バイクはおりません。あなたのかけた鍵はこの地にいつまでも残ります。頑張るぞ。ガチャガチャシャ。このね、信号の色のシールが貼られた誓いが、綾瀬が誓った鍵です、ね、遊びに来られた方探してみてくださいね。いっぱい触ってくださいね、はい。で、これはですね、もう誓いを二度とこう鍵を開けないっていう意味を込めてですね、この鍵はですね、誓いの鍵ボックスに入れます。では、バイクに乗り続けシンガーソングライダーをやり続けます。なんかすっごい深いところまで行ったような音がして、ごちゃごちゃ言ってる、トイレに流してるような音。あなたの機会をこの地が応援します。はい、はい、あ、応援してくれるそうです。よっしゃ。ってことで、綾瀬も、引き続きシンガーソングライダー頑張るぞ。さらに綾瀬はあるお願い事をすることに、交通安全を願って河原手投げをしたいと思います。1枚100円で、これを湖に向かって高々と投げるとお願い完了だそうです。
ってことで交通安全を願ってよろしくお願いします。おう、あ、バさん、よし、願い完了ですまさかこの後あんな事件が起きるとは。この時の綾瀬には知る由もなかった。超絶な絶景も見れたし、次はね、そろそろお腹が空いてきた頃なんで、ご当地グルメに行きたいなって思ってます。やっぱご当地グルメ食べないとツーリングじゃないですよね。やっぱりその土地で見つけた美味しい食べ物だとか、そこで有名なものっていうのはやっぱバイクで行ったらなおさら美味しいですよね。レインボーライン抜けます。ええとこでしたね。いやー、なんかいろいろキラキラ輝いてましたね。やっぱりコーナーとかがこのレインボーライン抜けたら全然なんか緩やかなんで、やっぱレインボーライン内の方が楽しかったですね、走ってて。さて、次週の綾線 WR の旅は絶品ご当地グルメのイカ丼にスイーツと楽しいツーリングが続きます。あの事件が起きるまでは。まさかこんなことをしてしまうとは。